今年1月から販売が始まった佐賀の赤酢。一般的なお酢より色が濃く赤みを帯びています。佐賀の赤酢プロジェクトは、日本酒の製造過程で出る酒粕を有効活用しようという思いから始まりました。やっぱり佐賀県といえば米どころであり酒どころということで、その酒どころゆえにですね、まあ、酒粕というものがどうしても出てきてしまうんですけども、その酒粕を有効活用して何かしたいなっていうところから始まってます。これ、まあ、ここら辺が赤酢用です。まあ、メーカーにもよって違うんですけども、仕込み量の3割ぐらいは酒粕になるんじゃないかなと思いますけどね。佐賀の赤酢の原料は、日本酒醸造の過程で出る酒粕を1年以上熟成したものです。酒粕を提供した酒蔵の一つ、鹿嶋市にある創業336年の水竹酒造場も今回のプロジェクトに期待を寄せています。率直にですね、もう迷わず、あ、すごいいいプロジェクトだなと、はい、思いました。廃棄するか漬物に使うかしか今までなかったのを、そういうお酢にっていうのは非常にまたありがたい話なんだろうなと思いますけど、酒蔵の中で徐々に熟成させていくっていうのは我々の役目なんで。熟成された酒粕は赤酢の製造を手掛ける佐賀市の佐賀ビネガーに運ばれます。赤酢を詰めてるところになります。佐賀の赤酢は酒粕を酢酸菌の力だけで発酵させる伝統的な方法で、さらに180日以上かけて丁寧に作られます。原料の酒粕は佐賀県内の5つの酒蔵が提供していますが、酒蔵ごとに赤酢の香りや味が異なるため、それぞれ別の商品として売り出しています。それぞれのやっぱ蔵によってちょっと酒粕の状態も違うので、熟成が進んでいるものもあれば、もうちょっとやっぱ熟成が必要かなというものもあって、まあ、そういったのをちょっと微調整しながらそれぞれ適切なタイミングで仕込んでいくので、結構そのあたりの見極めっていうのが難しいですね。それぞれのメーカーさんのお酒の味わいというのが結構お酢にも影響してて、ちょっと口に含んだ時のちょっと鼻に抜けるやっぱ香り、あとはもう味わいですね、結構深みなんかも結構影響してたんじゃないかなと思ってますね。こだわりの佐賀の赤酢、いただきます。うん、とってもまろやかで、酸味の中にしっかりとコクがあって美味しいです。まずはやっぱり、そのまんま飲んでもらう、氷を入れてとか言って飲んでもらうって、あとはそれをどう料理に使っていただけるか、はい、そこを楽しみにやっぱりやってもらえればなと思いますし、今のところ我々もいろいろな料理店さんと話をしていろいろなレシピを今構築中ですので。先月、鹿嶋市の料亭では佐賀の赤酢を使った特別メニューが振る舞われました。シャリに赤酢が使われた佐賀牛の寿司に、赤酢のポン酢が添えられた鯛の刺身、赤酢のあんがかけられた一品などが並びます。沸騰させたらですね、酸っぱさっていうのがなくなるんですよ。これまで赤酢に馴染みがない人が多かったものの、評判は上々です。美味しかった。赤酢あんがあまりにも美味しくて、全部つけて食べて、それくらいこの赤酢を楽しませていただきました。体にいいねと思ってですね、ぜひこれを今から飲んでみたいと思います。ますますこの企画が大きくなって、佐賀に赤酢ありという形になっていくことを期待しています。今年2月、地域資源を生かした全国の商品が集まるコンテストの調味料ソース部門でグランプリを受賞した佐賀の赤酢。
今後も商品開発や PR に力を入れていきたい考えです。今後は2年熟成の酒粕、3年熟成、5年熟成の酒粕っていうのをずっと積み上げていって、そこら辺のバリエーションもまた今からどんどん出てくると思います。日が経つにつれてですね、はい、それはまた楽しみだと思います。